ベイブレス動画をご覧の皆様、こんにちは、小柳あゆみです。この番組は新人ライター育成計画 in 山形シーズン2です。今回の放送は 22.5 話です。はい、まあここね、皆さん分かると思うんですけどね、山形じゃないんですよ、実は東京駅なんですよ。で、なんで東京駅からのこう開始かと言いますと、今日は待ちに待った2万枚達成のご褒美の銀山温泉会ですね、旅行です。はい、あのね、これマジなんですけど、ギャラ出ないんですよ今日。だから本当に食べて飲んで温泉使って、私がただただ遊んでるところを皆さんにお届けするという、本当にスロット全く関係ない回になっております。あのね、お盆初日なんですよ。だから指定席取れなかったので、こっから実は自由席、あのしっかり座るために今から小1時間ほど並びたいと思います。ちょっと過酷なスタートにはねなっているんですけれども、まあ楽しんでいきたいと思います。皆さんも私と一緒にちょっと旅行してるね気持ちをあの共有していただけたら嬉しいなと思います。今日はあのただ約束されていることがありまして、これあの勝ち負けとかない、ご褒美とかないんで、なんと飲みブロックがあるんですよ。もうそれがギャラだよって言われてるんで、もうしこたま飲んでやろうと思います。では張り切って行ってみましょう。今ね、もうね、11時15分遠いからね、ちょっと飲んじゃってね、もう飲みすぎちゃったよ、酔っ払った、やばいぞ。銀山温泉のところのさ、その観光的なさ、あるじゃないですか、その知らんけど、あれ食べたい、あの牛串にビールとか、枝豆とビールもいいし、こんな酔っ払ってまだ飲むんかいって感じだけど、今日はずっと酔っ払ってる気がする。どうしよう、怖えな普通にやべえな、今日も下痢するかもしれないちょっとね、ここからね距離があるみたいなんで、車で移動していきましょう。おはようございます。酔っ払ってますよ、もう酔っ払ってますよ。旅行だからね旅行だからしょうがない。ゴルフの練習、私は朝から朝日飲んで、アイリンのストロングゼロを飲んで、チューハイ飲んで、ちくわとか食べてきた。あー晴れてんな、多分今日打ったら勝てんだろうな、晴れてるし。プライベートのうちでいいつもりだけど。あー行きますか。え、いやだってさ外で結果とか言えよでそれで運使ってさ、やだん、運使いたくない、靴脱ごう、うん、ダメだ。3列シートを備えたマスターの最上位です。
来ましたよ、見てくださいよ。雨大雨、あんなに晴れてたのに大雨。なんかでも食べたい、食べたくない、食べたくない、食べた、食べたい、食べたくない。どっち先に入るか。いや先入るか、先入った方がいい気がする。あ、水着持ってきてね。これまたそれは誰のせい。硫黄の匂いがする。うん、くっせ。うんこ、うんこじゃない、間違えた。おならの匂いすんの。これ触ってみ。あ、そこは、そこは暑いでしょ。いや、多分、暑さかいぐらいか。ここ、これ暑くない、絶対暑い、これは暑いわ、バカか。いや、だって湯気出てるの、お前触っていいのよ。いい歌は。最悪、嘘つきだな。カメラマン、意地悪な方のカメラマンは嘘つきよ。すごい、建物がおしゃれだね。うん、歴史を感じるわなあとか言って。ああ、歴史を感じるわ、建物がおしゃれで。なんか、でもわかんない、昔知らないんだもん。あゆ昔は知らないから歴史は感じない。嘘つきました。あ、でもこれは知ってる、これ蕎麦屋にあるやつ、蕎麦屋にあるタヌキ。ここは蕎麦屋か、蕎麦屋なのか。蕎麦屋じゃない、多分蕎麦屋じゃない。嘘ついた、嘘こきました。大正ロマン漂う空間でお食事できますとか、もういいね、すごいね、いいね、いいとこだね。大正なんだ。うん、大正時代生きてないからちょっとあんま分かんないけど。誰もね、誰も生きてない。あ、じゃあ銀山温泉、うん、浸かりに行っちゃいますか。やってまいりました。はい、ということで待ちに待った銀山温泉です。行ってみたいと思います。うん、ね、風情がある感じ、ちょっと古っぽい、いい感じですね。いい湯加減、入っちゃいます。おなら臭、硫黄の匂いする。あ、え、でもめっちゃいい湯加減。ちょっとなんか彼氏とか彼女とか、まあ、旦那さんとかお嫁さんとかとね、イチャイチャしたかったら、でもいいとこだと思います。でも夏っていうのがね、これ冬だったらな、最高だったんだろうな。こうなんか、あ、寒い寒い寒いって言ってドバッて着替えて、あ、めっちゃ暖かいみたいなのができるのに、ちょっと夏じゃない、あのご褒美という名のね、ご褒美じゃない感が、ね、やっぱ出てるね。この新人ライター育成計画ならではの、なんか一問一答とかやります。じゃあ涼しくする、え、冷たくするかってこと、うん、いやいやいや、なんかそれはなんか温泉じゃない。あ、なんだ、何をするんだ、どこにかけられんの、どこにやられんの、これどこにやられんの。ちょっとぬるくしといたよ。ぬるくしといた、ぬるくしといた、ちゃんとお湯入れてあるから。あ、ほんと、実際そんな冷たくないから、ただちょっと冷たいリアクションして。
やったか、バニー、おい お湯入れたんだな、お湯入れたっつったな、冷たいな、おいって言っちゃったよ、もう、なんだよこれ、ボツ、何のボツ、より気持ちよくなる、あ、そう、なるほどね、そういうことなんですね。でもいいね、なんか気持ちいいわ、なんだろう、なんだろうね、グラビアっぽいって、日頃の疲れ取れる、うん、でも疲れるほど一生懸命生きてない。いや、でも次回っていうか、まあ明日なんですけど、実践につながるね、このーで、あとはこの後の多分ビールとか日本酒がめっちゃうまい。はい、じゃあ美味しいものを食べに行ってみましょう。温泉上がりました。結構汗かけました。でもなんかね、ちょっとスベスベになった気がします。でね、見つけちゃったんですけど、こっちあのお祈りするとこあるんですよ、多分あれ。なのでちょっとお願い事をしようかと思います。これ何、賽銭入れて、わ、これこのシステム初、え、怖い、大丈夫なやつ、ここ平気なやつ、神、怖っ。あゆみが飲みたいが番組になりますように。よし、じゃあご飯食べ行きますか。大正ロマンだから、大正ロマン、ご褒美だからね。やば、昼からかよ。じゃあ2万枚達成おめでとうございます。ご褒美ありがとうございます。乾杯。キクラゲ、え、でもちょっと美味しそう。美味しい？美味しいの？本当？どっち？そうでもないんだから、やめよう。でも朝一から最初に板そばから、はい、こちら水そばになりまして、お蕎麦の風味と香りを味わっていただいて、お蕎麦だけ最初食べてください。お蕎麦だけ、はい、こちらをタレに入れて召し上げてください。はい、はい、写真撮ってどこ行か。店舗の名前ないけど、いや、ハストリーだね、すぐベガスベガスって付けちゃうから。いいね、新人ライターに連れて、計画いいね。あ、ちょっと写真撮って。感謝しまったんだよ、間違えたんだよ。いや、デブの食べ物、フードファイター、え、フードファイターみたい、フードファイター、フードファイターみたい。いただきます。あ、うん、うん、うん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 、うまい。なんか梅干しみたい、このさくらんぼ。いや、もう食べてよ。食べたい。つけてるんですよね。つけてある。え、さくらんぼ漬けだから。そうそうそう。梅干しみたいな。ね。さくらんぼ。
べたら美味しいんだろうけど、さくらんぼだと思って食べたらさくらんぼじゃない。でもこれ つまみにめっちゃいい。でもあれね、夜だったら嬉しかったの。夜だったら多分嬉しい。もう二つあるよ。夜じゃないと嬉しくない。じゃあポケット入れとこう。ポケット入れといて、後でおもむろに出して。最近だって、結婚ラッシュがあった。ああ、一般男性と結婚した女優さんと誰、荒川さんみたいな名前の人、新川、ね、静かじゃなくて新川さんと、あ、ほら、文面でしか見てないからね、私。あと小泉、幸太郎さんと慎太郎、ごちそうさまでした。じゃちょっと食べ歩きします。うん、したい。これ食べな、うん、食べな、今食べな、いいから食べな、待ってる時に食べな、ちょっと止めます、ね、待ってる時に食べな。あれ、ミンコッシュ、え、みんな何しに行ってんの。だってなんか滝を上から見れるんじゃない。さっき上から見て何があんの。マイナスイオン浴びようよ。いいよ。あ、どんこそは捨てたけ投げ捨てたんだけど、ね、何を。店員さん、なんか投げ捨てたよ、川に。あいつ不法投棄したぞ、なんか今そんなこと言うんじゃねえよ。うん、あ、なんかこういうのいいわ。これ歩みが飲みたいだ。あ、ほんとだ、なんか古き良きって感じ。古き良き、うん、初めてだけど古き良きは失礼だった。結構綺麗だよ。ちょっと なんて言えばいいか分かんないわ、これ。じゃあ、はい、ぜひどうぞ。ありがとうございます。はい、あ、そこで飲む。うん、そう。あ、でもすっきりしてる。めっちゃすっきりしてる。うまっ。酔っ払っちゃうんだけど。安いですね。え、なんか辛口だけどめっちゃすっきりしてますね。そう、飲みやすい。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ここ置いといて大丈夫ですか。はい、すいません、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、やっしょー、まっかしょ、はい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 。あのさ、日本酒をなんていう猛スピードで飲むっていうのはさ、そういうことなんだよ。わかるのか。なんかやってますよ。花笠音頭第2部って言ってました。地元の人なんですね。地元の人が。あ、うん、第2部です。これ何だ、ちょっとあんまわかんないけど、いい人だった。でもね、あそこで座るとやばい。なんかカレーパンにはこのお酒がつって出てきて、なんか超えたら一生飲んじゃいますねって言ったら、全然閉店までどうぞって言われたから。商売上手。おい、上手だなと思って。いや、そんなことできない、できない。ちょっとやっぱり下手なやつがやってたら怒られちゃうから。だってこれ絶対めっちゃ練習してるもん、ね、あれみたい、ハロプロぐらい揃ってる。あの動きが、ハロプロは揃ってるで有名だから。
入ってんじゃん。やべえな。そんな YouTuber がいちゃダメだよ。 YouTuber がいちゃダメだよ。 YouTuber じゃねえけど。楽しかったね。揚げまんじゅう買って豆腐食ってさ、うち行きますかね。まだ夜の飲む時間までちょっとあるんで、買っちゃうかな。行っちゃうか。行っちゃいましょう。おい、行っちゃおう。しゃあ行くぞ。夜も更けてまいりました。でね、さっきね、うちに行ってきたんですよ。で、パチンコなんですけど、肛門茶も打ったんですよね。出ちゃった。25連して7353玉出た。すごい。なんか運使っちゃった気がして怖いけど、すごい楽しかったです。後ろにカメラマンさんとかいないのにやっちゃって、めっちゃ恥ずかしくなって、あとブブブブブーってめっちゃ言いそうになった。まあね、今日ね、一日をね振り返ってみて、まあ、まず朝一から飲んで、温泉入って、お昼ご飯食べて飲んでばっかだったけど、めっちゃ楽しかった。で、最後にパチンコでね、玉もね出せたし。でもね、こっからがお楽しみなんですよ。飲みに行けるんです。はい、なんですけれども、この私が飲んでる映像は次回の23話で放送させていただきますので、ぜひ23話も見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあ酔っ払いに行ってきます。では明日の勝利を祝って乾杯。祝って、祈って、祝っちゃった。勝つ気なんだ。祈っちゃった。祈って、この中で一番ハギが私の価値を信用してない。信用してない。願ってたより、勘違いしないで。願ってたよりけど信用はしてない。そうだな。みんな頑張ってねとか言ってくれるのに、ハギだけ大丈夫だよとかあれでも言ってくれるのに、ハギだけやっぱ小柳持ってねえなってだけ言うだけ。あとゴミ虫みたいな目でもちゃんと見てくる。一応罰ゲームがいろいろ考えなきゃいけないから。なんか罰ゲームある前提で考えるんじゃねえよ。じゃあノープランでいい？ダメだよ。考えてみそこは。ごめんごめん。おお。そんな驚かそうと思ってやってない。びっくりした。絶対さ、お化け屋敷だったらなんか出てくるんだよこれ。ちょっと開けてみれば。やだよ。隣の席まで開いてる。あ、こんにちは。あ、どうも。ガタンって開かないようになった。危なかった。なんで自分だけさ、そうやって星に走る。欲しいじゃないよ。お酒嫌いなの？嫌いじゃないよ。ずっと考えてるよ。小柳が面白い言葉を引き出せるような言葉。ああ、うんちしてたのっていうあの発言がなかったら、あの名言は生まれなかった。ポンポンってして帰ってきた。あ、うんちした。うん、うんちじゃない。下痢のやつ。それだよ、それだよ。そっちより悪い、うんちより悪い。て
かさ、うんちしてたのって聞いてさ、でもうんちじゃないってなんだろうな、恥ずかしかったのかな。きくわくね、焼くじゃん。焼くね。なんか今日元気じゃない私。なんで？服やめるだ話したら。服みたいなやつの裾がジーパンのチャックに収まって噛んじゃって、でも上げらんないし下げらんないからもうどうしようもなくて、ホテルのフロント行ってカメラマンさんにどうにかしって言ったら、お願いだから恥を知れみたいなこと言われて、フロントで一生懸命やってるけど、だからその周りから見たら私が思わず触ってるみたいにしか見えないので、で、やばいって多分思ってくれて、カメラマンさんが服ちぎられて、その感じ。破ったけど、まあいいだろう。おしっこ一生できないか、服ビーってされるかだったら服ビーってされた方がよかった。うちあの実家いなかったって、キーちゃんって呼ばれてて、で、あゆ、あちゃんって呼ばれてるけど、めっちゃ親が間違えるみたいで、今日朝電話してて、後ろでパパが、あーちゃんそこでなんとかしちゃダメじゃんって言って、えってなって、でママがめっちゃ笑ってて、あははははって、まあーちゃんダメだよって言われて、ママあつ、それキーじゃなくてっつって、キーじゃなくてっつって、あ、間違えてキーちゃんだったみたいな、ごめん、なんか間違えちゃうんだよ最近みたいな、キーちゃんとあーちゃんの区別がつかないんだよねって言われて、区別はつくだろうと思って、あーちゃんもよくうんちするから、あーちゃんうんちしたの死してるよ、ママとパパには内緒内緒、漏らしたの内緒にしてる、あれ漏らした今年の1月最近だに漏らしちゃったことがあって、でもそれはなんか不可抗力で、みんなに飲んでてお腹痛たたたって思ってたんだけど、駅着いたら駅のトイレ混んでて、そしたらその瞬間になんかちょっとさ、あのさ波があるじゃん、こうやってこういうので、これもこうだったの、めっちゃことだったの、あ、いけんなと思って、お家帰る途中にお酒買って帰ろうと思って、まあ、ちょっと飲みながら帰るかと思って飲んだら、あ、お家まで歩いて2分ぐらいのとこでめっちゃもう本気のやつが来て、パンツとパンツの上からねしっかりこう押さえて、なんかよちよち歩いてたんだけど、なんかもう無理だと思って、どうしようって思った瞬間に全部出ちゃってっていう話。で、パンツはどうしたの？パンツもパンツも捨てたよ、両方捨てた。もうすぐ捨てたよ。でも違う、あのなんかやばくないようにね、なんか5枚ぐらいにやって、あとなんかちょっとあの生ゴミみたいなの入れてやった。ごまかした。うん、だからバチバレないでほしい、一生マンションの住人だけには。でも締めコメント取んなきゃいけないの？もしくしていけない。締めコメント、世間体とベイプレス動画どっちが大事？ベイプレス動画。でももしくも一応ごめんね。おい、行ってこい。広さで言ったらこの東横インとか、そうですね。でも、おっぱいをじゃあ出します。地上もいいのかな。3-2-1ってやってみ。いいか、3-2-1って言ってみ。3、2、
もうなんこれなんだよ、ごめんな本当にみんな。アリーナちょっとおっぱい見れると思ったか、お前ら会おうんじゃねえよなあ、まあはい、帰りましょう、帰りましょう、それ置いて。デイプレス動画をご覧の皆様、こんにちは、小柳あゆみです。この番組は新人ライター育成計画 in 山形シーズン2です。今回の放送で23話目の放送となります。本日お邪魔しているのは山形県山形市にありますベガスベガス成沢店さんです。はい、ということでね、昨日ね夜ね飲みに行ったんですけどね、てかね飲みすぎた、もうずっと飲んでたから昨日は、もう飲みすぎて、もうホテル帰ってすぐ寝て、ちょっと寝すぎて朝ちょっとだけ遅刻しました。5分猶予くれって言ったら判決死刑って来てました、カメラマンさんから。マジ怖い。昨日ね普通にプライベートでね打ってパチンコ打ったんですけど、まあ勝たせてもらったのでちょっとその流れで今日も勝てたら嬉しいなと思います。はい、じゃあサイコロで打つ機種と軍資金を決めていきたいと思います。お願いします。じゃあまず打つ機種から決めていきたいと思います。そいや、あーごめんな、4444です。4はセイントセイヤです。初めてスロットで打つのは初めてです、人生で初めてです。パチンコの方は三陽さん、私ミスマリンちゃんやってた時にイベントとかあるんですよ、展示会的な、そういうのにアテナの格好してマリンちゃん3人でこうやって立ってましたよ、こうやってこうやって立ってってことがやってました。なんかちょっといい女ぶってた時期もありましたね。まあ続いて軍資金の方も決めていきたいと思います。うわっ5なので5 25 25,000円でーす25,000円でーす。あ、これはいいですね、最高。まあなんかてか今日も別にあれなんですよね、いつも長袖だったんですけど今日はもう胸元ぱっかり開いてるやつなので、最初からの地上スタイルなのでちょっと味方してくれたかな神様が。何わかんない。はい、今日も一日頑張っていきたいと思います。レッツゴー。おはようございます。はい、ということでサイコロの出目でセイントセイヤが出たので、広いですよね成沢店、すごい。
じゃあとりあえずこれでいきます。結果発表。はい、まず投資が2115枚、回収0枚、収支マイナス2115枚でした。ごめんなさいでした。っていうかやばいねこれ。はい、ということでセイントセイヤ打っていきたいと思います。頑張ります。唯一名前知ってんのがアンドロメダシュンだけ知ってます。なんでか知らないけど、そうスタッフさんに聞いたんですけど、あの天井が999なんですよね。で私今628なんで、もう頑張って回すしかないんですけど、あれなんですよね、多分昨日あのパチンコの方でプライベートで当てちゃったんですよ、あの銀山温泉の時に。だからちょっとそこで運使っちゃったのかなと思って。てか今日5が出てめっちゃ良かったです。5じゃなかったらもう今次ので次の1000円で2万円に到達してしまうので、1とか出してたらもう罰ゲーム2回受けてることになっちゃうんで、よかった。よしよしよし。はい、投資が2万4000円で996ですね。はい、でも言われたんです、ここで喜んでる場合じゃないんですよ、この先が欲しいんですよ。頑張ります。はい、ここで頑張って勝ちたいと思います。怖い。罰ゲーム確定な感じがしてます。いやでも私最近思ったんですけど、罰ゲーム受けたら当たる説があるじゃないですか。その可能性にかけたいです。はい、天井まで回して ART に入れることもできず、軍資金の2万5000円も使い切ってしまいました。軍資金を追加させてください。本日の罰ゲームは何でしょうか。これは何ですか。服？めっちゃバブリーな服。やばいです。ちょっと待って、あのさ、違うんだよ、あのパチンコ屋さんでこういう格好してる人はいないの。あーもう恥ずかしいよ。着替えてきます。
バブリーすぎるでしょ。おかしいでしょこれ。スカートめっちゃ短いし、かあ、まあ変わんないか。いやね、私思ったの、スカートめっちゃ短いし、ここもめっちゃ空いてるしって思ったけど、変わんないか、いつもと。ちょっとぴったりしてますけど。まあでも罰ゲーム受けたら当たるっていうジンクスを最近持ち始めたんで、当てていきたいと思います。はい、ということで罰ゲームも完了しましたので打っていきたいと思います。この格好でね、お昼ご飯をね食べに行かんくてね、本当に良かったなって思ってて、まあ、恥ずかしいっていうのもあるんですけど、こんなバブリーな格好してたらタイムスリップしてきたと思われちゃう。どっから来たのですよね。よし、もうここの皿の使い終わったら罰ゲームなっちゃうから当てない。どうしかない、どうしよう。あれ、これ青かったっけ、いつも青いよ。青はいいのか、良くないって言われたぞ、後ろでフンフンってやられた。軍資金入れた、罰ゲーム受けるから軍資金を追加させてほしい。あっち。はい、罰ゲームなんですか。すっぴん、化粧半分、バカじゃないの。よく考えつくね、そういうことをさ、人がめちゃめちゃ嫌がることをさ。こっからのファン対応どうすんだよ、おかしいだろ。だってあのさ、そもそもさ半分落とすって話だったじゃん。なんで全部落としてさ、口はさこんな書かれてさ、これ何事、なんだろうこれ。あ、なんかひげかかれたし。もう打たないと当たんないから戻るよ、早くこんなことやってないで。このひ意味わかんなくなったところで打っていきたいと思います。ダメやんけ。しかも冷静にカメラマン笑うんじゃないよ。あっていう、なんだよ、今の悔しがった表情バケモンみたいな。最低、今の悔しがった表情バケモンみたいになったよって言われた。ひどい。もういいよ、わざわざ伝えなくて、そんなこと。敵一回も取れてねえぞ。よし、
しかもまたこいつかい。あー、赤いね。コセモを込めろ。はいはいはい。もうこの先打ちたくないよ。あ、これ勝率 50%。 さっき負けた、こいつに負けた。お酒飲んで忘れっか。まあ、なんもなかったことにしよう。今日4万5000円負けたこともなかったことにしよう。全部なかったことにしよう。次回は頑張る。あー、だってこれこのまま帰るんですよね。今回の罰ゲームが、うん、そのまま帰る。あー、いやマジでね、やだ。最後まで見てくださってありがとうございました。また次回はちょっと罰ゲーム受けないように頑張ろうと思いますので、また見ていただけたら嬉しいです。またバイバイ。